おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野が、今日も皆様にコミュニケーショントレーナーとして、バイリンガル YouTuber として皆様に一つできればためになる情報をお届けしたいと念じております。今日は6月は15日土曜日ですね。晴れのとてもいい日です。ただいま連行太極拳を終えまして、この江戸川の土手に移りました。いや、今日はですね、昨日と続いてですね、我々人生はですね、おのおのの努力で生まれ持った宿命までも運命を変えることによって変えれるんじゃないかというお話をしたいと思います。伊豆大島にですね、今週月火水と墓参りに行ってですね、70歳にならないで死んでいった私の同級生たち6人にですね、線香を立ててきたんですが、その3日の中でいろいろ思いました。60代で死んでいく人もいればですね、この行徳の太極拳仲間なんかはみんなですね、おばあさんが多いですが90以上まで生きるんですよね。みんなですね、確かに見ていると体を大切にしてますし、デブがいないですよ。デブが太極拳やる人には飲食にも注意しているということですよ。はい、まあ長く生きればいいというもんじゃありませんが、私はですね、私の空手とか武術の指導者先生方みんなですね、米寿というんですが、88歳近くまで生きて模範を示してくださったんで、私の先生のようにですね、86歳から88歳ぐらいの間であちらに移りたいなと思っております。はい、今日はですね、昨日のテーマに、続いてですね、どうやって運命宿命を変えていくんだというお話をしたいと思います。一つの例でですね、私はですね、どのような人生を歩むかということで、一つはですね、学校がありますね。私は中卒で職人の道に入ったんですが、切り替えてですね、都立高校国立大学と学問の世界に入っていったんですけれども、人生切り替えました。自分でですね、切り替えました。はい、学業と、もう一つはですね、学校選びと仕事選びがありますね。どのような大学を出たか、どのような会社に入ったかというので、人生運命が随分変わります。すなわちですね、我々は自分でですね、運命を決め宿命を変えてるんですよ。よくよく考えてみるとですね、私の墓参りに行ってですね、挨拶してきた私の親戚で、生まれ育ったファミリーですが、私のお兄さんなんかはですね、どこでどう思ったのか、東大以外絶対入らないぞと誓ったんですね。東大以外絶対行かないぞと。そしてですね、勉強部屋にはこう書いてありますよ。東大以外は大学にあらず。うえ、その思いからですね、何年も浪人を重ねて、結局ですね、大学を出なかったですよ。別にですね、東大ばかりが大学じゃありませんから。私はですね、世界を渡り歩いたんで、ドイツの大学、マルブルグ大学とか、イギリスのオックスフォード、ケンブリッジとか、
アメリカのハーバード、プリンストンとかいろんな大学の人出た人たちと付き合いましたが、東大だけが大学にあらずなんて言ってるのは視野が狭いと私は今は思ってますね。日本の大学でですね、東大とか早稲田慶応に入れなければいくらでも国立大学だけでも100あるんですから、入れそうな大学は入ればいいんですよ。そして自分なりに努力すればですね、それなりに道は開けると思います。そして選ぶ会社ですが、私もですね、三菱商事とか三井物産に入りたいなと思った時代ありますが、入れないんでですね、外資系の医薬品会社に入りました。ヘキストジャパンというドイツの会社でしたが、いやー何にも名前の知れてないですね、二束三文の会社じゃないのかなと思って、一時ですね悩みましたが、世界一のスケールの医薬品会社だからということで入りました。そしてですね、頑張ったらですね、自分の入った同期とか競争相手がですね、大して優秀じゃないのが揃ってたんで、ポン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 とある意味で出世しましてね、しまいには転職しましたけれども、事業部長とかなったんですよ。すなわちですね、素晴らしい名前の通った三菱商事とか三井物産に入るのもそれは運命開きでしょうが、知られてない外資系なんかに入ってですね、それなりに頑張る、周りに対して強烈な競争相手もいない、だからどんどんポストがいいポストが与えられて、まあヨーロッパ、アメリカ、アジア、パシフィックと飛び歩くことができましたよ。そういうふうにですね、人生は自分で変えられる、デスティニー、運命は自分で作れますから、ディスティニー、すなわち毎日の習慣で人生は作られると言われてますけれども、宿命もですね、毎日の習慣の積み重ねの総決算ですから、宿命さえも変えられるということなんですよ。まあ努力すればいいという問題じゃありませんが、私は昨日に続いてですね、運命を変えることで宿命さえ変えられますよというお話をしました。はい、さようなら。